猪瀬直樹前知事の辞職に伴う東京都知事選挙はきのう投開票が行われ、元厚生労働大臣の増添陽一さんが初当選しました。東京を世界一の街にするということで、福祉もそうですし、それから防災もそうですし、経済もそうですし、そして何よりも2020年のオリンピック・パラリンピックを成功させると。 舛添さんは今回の選挙で少子高齢化に向けた対策の重要性を強調するとともに中小企業を支援するなどの経済対策を訴えました自民公明両党からの支援を受け幅広い年齢層から支持を集めました舛添さんの得票は211万票余りで宇都宮さんと細川さんは100万票に届きませんでした極めて残念でありますけど、えー、ただ あの運動の輪はです、ね、あの前回、えー、私、あの1年前出馬したときと比較して、大きく広がったと日弁連前会長の宇都宮健次さんは、推薦を受けた社民、共産両党の支持層の大半を固めたものの、前回の都知事選に続き、辞典でした。何よりも脱原発の活動に改めて火を灯す点火するという 大きな役割を果たたしし得たと自負しております元総理の細川盛弘さんは、小泉元総理とともに原発ゼロを掲げたものの、原発政策を最大の争点にできませんでした。元航空幕僚長の田上俊夫さんは 石原慎太郎元知事の支援を受け若い層から支持されたものの及びませんでした投票率は過去3番目に低い46.14%でした